出せてもらっていると自分勝手にはあんまりね歌も歌いませんけれども、この歌自分勝手に歌いたい歌なんですよね。あのなんかこうねお酒ほんと飲みながらちょっとほろ酔いでね、あの少しぐらい飲んで狂ってもいいやって感じで歌うとすごくこう気持ちいい歌になるんじゃないかなと思うんですけどね、いつかやってみたいと思うんですが、はい、まあ、あのこうやってね新曲の、宣伝中はもうしっかりこうやってさせていただきますが、皆さんはこの歌をですね、どうやってこう料理するかね、あの女性の方にも歌っていただいても意外とあのいい感じに、聞こえる歌でございます。ぜひ、歌っていただいて、作詞の先生は今、お聞きいただいた2曲とも、女性の先生、カズ翼先生というね、この沿線こう八王子の方に向かってですね、豊田という駅がありますが、その駅のすぐ真後ろに住んでらっしゃる、もう僕もね古くからデビュー前からお付き合いのある先生に今回書いていただいております。デビュー